今回は DMR21、革命編ファイナル第1章、ハムカツ団とドギラゴンバスターの高レアカードを紹介していくぞ。発売日は2016年5月28日です。それじゃやっていくぞ。ミラダンテとかドギラゴンバスターに隠れてるけどこいつもかなりおかしい性能してるよな。このスペックでもあいつらと並べると霞んでしまうのが恐ろしい。でも採用率はそれなりにありそうではある。出た。一周回ってもう語ることはないだろ。長期間にわたって活躍して、調整版もかなり使われたと聞くぞ。マジで何でもできそうなカードだな。ここから SR です。特殊勝利効果を持っているな。なんだかんだ相性のいいカードがあってそれなりに条件を達成しやすくしているんだろうな。出せればそれなりに強そうなカードですな。頭数を大量に並べるデッキなら、自分のクリーチャー全体を守れるカードはありがたいな。ただで出せるようになってるところもいいぞ。それほど強そうなカードではない気がするぞ。効果が無難だね。D2 フィールドとクリーチャー一体いないと従前に効果が発動できないのがな。まあそこまで面倒くさい下準備じゃないけどね。この頃にはまだマッハファイターはいなかったのかな？ SR としてはなんか地味な印象を受ける。あとアンタップキラーをつける D2 フィールドがあったから、それと組み合わせて使おうねってことだと思うぞ。おん。どう使うかわからないけど底知れぬパワーを感じるぞ。一気にマナ増やしてどうするかってところが重要と見たね。今は強い多色カードたくさんあるからいろいろ面白いことできそう。なんとなく魔導雑貨商人と効果が似てる気がする。ブルーメルキスみたいな能力してるな。良くも悪くも相手次第なカードですな。出た呪文がどれだけ自分に利するのかはわからないからな。出されると面倒くさそうなカードですな。相手に選ばせる効果はあまり強く感じないのだが、実際はどうなんだろうな。とりあえずチェンジ条件がそこまで面倒ではないところが救いか。チェンジ元を手札に戻して保護するという面もあるのかもしれない。すごく無難な効果してるカードだな。バトル中破壊されないのはほぼおまけ効果だな。革命チェンジを毎ターンループさせればそれなりに使えるのかな。これは使いやすい印象を受ける。この時点ではイニシャルズも、ソニックコマンドも、これから増えていく種族だからな。可能性が広がる。なんだこいつは？かなり尖った能力してるな。一気に高コストのカードにつなげたいデッキにはいいのかもしれんな。若干手札が増えるかもしれないしね。ここから VR です。このカードは破壊耐性あるし味方の攻撃通しやすくするのもいいね。殴って倒す天文デッキのフィニッシャーとしてどうだろうか？ガチャカードですな。パルピーゴービーみたいな山札触れるカードと入れるか。それともクリーチャーがかなり多めのデッキにして成功率を維持するのかに分かれそうですな。電動カードですな。効果を見た感じデッキに1枚しか入れられない今ではかなり厳しいんじゃないか？コストを払わずに動けるのはいつの時代でも強いんだな。これすごいねー。ドキンダムと相性良すぎだろ。それ以外でも実質破壊耐性みたいな使い方できるし悪くないと思うぞ。D スイッチ使っても張り替えられるのが恐ろしい。8コスにしてはかなり微妙な気がするのだが、引いたクリーチャーよりパワーが低いクリーチャーってところもなんだかな。うっかり呪文でもめくれたら目も当てられんぞ。これはダメだな。マナから1コスを召喚できるところは使えるかも。 D2 フィールドの剣も少しなんとかならなかったのかな。これもなんだかな。でも1枚しかブレイクできないクリーチャーの攻撃を無視できると考えたらそうでもないな。ナム、さっき紹介した暴れマックスと組み合わせるといい感じか。無限の勝ち筋を作れるな。あと自分だけミストリエス効果も地味に優秀だね。ロマノフもまだいたんだね。効果は強いけど本体が重いし発動が攻撃時なのがな。稲葉ギーゼ使えばループとか色々使い道が広がりそうな予感。今の時代そこまでの下準備ができるのだろうか。これすごくいいカードだよな。嫌な思いもさせてそうだけどね。革命チェンジや侵略なり好きに使ってくださいっていう悪ノリで作った感じが好き。さすがにこれは強いと分かってて作ったカードだろうな。ラストを手札から捨てられた時に出せるのはいいね。攻撃誘導効果が強制的に攻撃させる効果じゃないのがな。速攻デッキ以外はある程度並べてから一気にって感じだからな。チェンジ元として使っていくのが無難かな。それではこの辺でドロン。